ガスプロムブランドのガソリンスタンドガスプロムネフチはロシアの石油企業。全名はシブネフチ。ロシア国内の石油製造、生成企業としては5番目の規模を持つ。2005年天然ガス最大手ガスプロムの参加企業となりガスプロムネフチに改称した。ガスプロムはガスプロムネフチの株式のうち96%を保有している。本社はサンクトペテルブルク。 1995年ロシア大統領令によって国策石油企業として設立され、1997年に民営化された。1997年の民営化の際、シブネフフチはロマン・アブラモビッチとボリス・ベレゾフスキーノに大オリガルヒの手に落ちたが、その手法は両者によって設立されたトンネル会社を利用したもので内外の批判を浴びた。しかし、アブラモビッチ、 ベレゾフスキーとエリツィンを及び大統領、警護隊長として、牽制を振るっていたアレクサンドル・コルジャコフとの間に、良好な関係が保たれていたことから、シブネフ,フチ民営化の過程は黙認された。1998年、シブネフチとユコスの合併構想が、政府主導で試みられたが、これは失敗した。2005年9月、ガスプロムは、 シブネフチの株式72.663%を130億1000万ドルで取得した。この企業買収はロシア史上最大の合併である。この買収に伴いシブネフチはガスプロムネフチへ社名を変更した。ありがとうございます。